こんにちは、ABS プロスタッフの福江和則です。今回は ABS 最新作なのですアキュライズ5のレポートをお送りいたします。匠の技の代名詞といえる国産ブランド、中でもナノデスシリーズはナノタンカバーストックを導入後、飛躍的にパフォーマンスが向上し、ナノタン 2.0 レベル2のアキュライズに始まり、現在ではライズ4の 5.0 レベル5まで皆さんに体験していただきました。今回発売するアキュライズ5はナノタン 3.0 レベル3パールを採用し、心臓部に新型コアを搭載して発売いたします。このアキュライズ5は新しいテクノロジーがコアと仕上げに組み込まれていますので、細かく紐解いていきたいと思います。まず今回初採用された SS プレミアムコアと名付けられた新型非対称コアは、国産最強と謳われるプレミアムコアをベースに側面のボディをシェイプする設計で、現行のプレミアムコアの RG2.46、デルタ RG0.055、インターメディエートディファレンシャル 0.016 から RG2.51、デルタ RG が 0.051、インターメディエートディファレンシャルが 0.023 へと変更。今までの安定感のある転がりの中に、バックエンドの鋭い動きを強調させたオイルキャッチ性能とバックエンドの鋭い動きの融合がアキュライズ5の開発コンセプトです。今回キャッチを担うナノタン 3.0 パールといえばアキュライズ2と同じですが、同じカバーでもパールの配合比を増やして多孔質素材でポリッシュすることで鏡仕上げになり、見た目も性能も全く異なったレベル3が表現されています。第一印象は吸い付くようなウェット感のあるデザインから、レベル3のカバーでも走りを意識した作りなのはコアの完成と表面仕上げにも分かりました。テストドライブで感じたのは、中盤から後半にかけてエネルギーが集約している運動性能はコアの設定もさることながら表面仕上げでも十分にマッチしていて、やや強めのカバーでもスキッド部分でキャッチ感が強く出すぎないイメージが出ています。やや高めの感性のあるコアと強めのカバーながらスキッドを生かす表面仕上げとパッチングは、スムースなスキッドと安定感のある転がりとバックエンドの鋭い動きの3拍子揃った新たな可能性を見出した国産ならではの匠のこだわりが作品に仕上がっています。これに国産ならではの柔らかく飛ぶピンアクションで幅広いゴーラーを利用することでしょう。プレミアムコアをベースにバックエンドまでエネルギーを集約させられるようにコアとカバーの調整を行い、鋭い動きを求めたのがこのアキュライズ5です。ぜひ皆さんこの ABS 最新作ナノデスアキュライズ5お試しください。